アヒアビールへようこそ。エリクです。ケイシです。今日のビールは、うん、なんていうかな、キズクラの、キザクラのカンフォー。そう、あのね、キザクラっていう、なんか日本酒を作ってるところですよね。そうですね、大体、あの、京都の日本酒、大体京都、まあ、そのあたり京都の、あの、日本酒を作ってる会社、うん、まあ、会社というか、うん、作業、あの、このビールは、なんていうかな、あの、豊か、高野は、あの、ワインの博士というかな。あ、そう、あの、そう、ちょっと有名な、あの、カタカナに書いてあるから、ソメリエ、ソメリエっていうのかな。ね、あの、高野豊さんが、と、その、木桜っていう醸造所がコラボをして、あの、このビールを作ったわけです。そうね、彼の名前を何回も見たけど、大体、ワイン、ワインだけで見たことあるね。そうなんだ。それしか見たことない。あの、このビールは、イオンルクアで見つかったけど、うん、オンラインで探したら何も見つかれない。何も買ってないか。そうそう、あの、そうだね、なんか、木桜はビールも作っている。そうですね、と思いますが、その、京都爆酒。でもメインはまだお酒、あの、日本酒。そう、メインはその日本酒。けど、10種類ぐらいのビールも作ってて。あ、そうだ、結構作ってるの。そう、一番人気はその、京都爆酒のライン。そっか。あ、このビールは、うん、飲んだばかりね、この英語のエピソードで。英語のエピソードでもこれを飲んで、あの、まぁ、あ、ちょっと飲みながら話しましょう。このビールについて、乾杯。飲みたくない。あのね、おぉ。あの、京都ビール、多分その、木桜のビールは飲んだことがあって、で、あんまり覚えてないですけど、多分、まぁ、あ、美味しかったかなと思って。ダブルを考えると、あんまり記憶がないかな。悪くないイメージだったね。で、その、まあ、でもその日本酒を作ってるところとソメリエがコラボしてビールを作るのはまず変だと思うんだけど、うん、まあいいけどこの味はね、あの、あ、最初に味わうのはちょっと、まあ、ワインだからかもしれないけど、ちょっとワインっぽいけど、まあ、ぶどう、ちょっと渋いね。そうそう、ぶどうの味がするんだけど、自然のブドウではなくて、なんか化学が作ったブドウみたいな甘さが最初に来て、で、その後はあんまり美味しくないビールの味が出てくるから、そのコンビがね、ちょっと微妙なんね。いろんな、その味にはいろんなステージがあると思ってる、ね、そう、で、そのステージが全部悪いって思う。そうですね、いいステージがないけど最初にはちょっと甘くて、うん、あの、偽ブドウのワインな感じで、その、まあ、って感じで、うん、その後は、まあ、俺にはちょっと日本酒の、その、なんだっけ、米の味がちょっと出てて、あ、そうだ。と、最後には、味あとは悪い爆酒。後味、ね、うん、後味が。その後味は、うん、何言った、ごめん。後味は、その、ちょっと悪い爆酒が、ついてる。それだけ、いい味がないね。そう、なんか、コラボして新しい味を作ったと思うんですけど、で、それはいいと思う。その新しいことを挑戦してると思うしね。あの、まあ、変とも言っちゃったけど。まあ、でも、たまに悪魔を作るね。まあ、たまに失敗する、まあ、失敗してもいいと思うんだけど、まあ、ね、これはまさにその失敗だと思う。失敗される。うん、申し訳ないですけど、あんまりおすすめするはできません。全然、あの、できないね、はい、あの、本当に、まあ、何も書いてなかったから誰が何をしたか分かんないね。あの、まあ、そう、どれぐらいその高野さんが貢献したかは全く分かんないし、でちょっと情報が書いたらもうちょっと安全と思うけど、何も書いてないなら、あ、ちょっと怪しいよね。そう、ちょっと怪しいと思ってるね。そうだよね。まあ、その他の、あの、木桜のビールとか、その日本酒を見つかったら、ぜひそれを飲んで、そう、見てほしいと思うんですけど、ね、これは多分パスした方がいいと思います。そうですね。じゃあ、ということで、はい。あの、今日もご清聴どうもありがとうございました。あの、また日本語をアップしますので、今回は、あの、もっと美味しいビールを見つけて、
やりますので、よろしくお願いします。